はい、こんにちは。テレビ改革党改め日本改革党豊島区議会議員靴沢亮司でございます。インコ様ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。来年6月ですから、まあ7ヶ月後にですね、参院選東京選挙区に出ますので、今お金をせっせと貯めているところでございます。でも2000万ぐらいかかりそうなんで、ポスター貼るだけで、ちょっと無駄遣いもできませんけれども、今日はですね、抗がん剤打って4日目なんですけれども、前回1回目の時はですね、3日目の夜からですね、腹が痛くてひっくり返っておりまして、バナナぐらいしか食えなくて、そのまま7日間腹痛が続いてですね、死ぬ思いしたんですけれども、今日はまだ腹痛起きてません。これ体慣れたのかな、抗がん剤に。幸せだな。まあ参院選に出るためにも体直さないとなと思っている次第であります。日本改革党浦安支部長佐川さんはですね、なんか10日にバイクでぶつけられたんだか転んだんだか事故を起こしてしまいまして、10日11日と集中治療室おりまして、今日集中治療室から出てきて一般入院室に移ったということで、非常に心配しております。顔結構やってまして、頭とか首とか心配だなーって思っております。21日採決の武蔵野市外国人投票住民投票条例、これ3ヶ月いれば留学生でも実習生でも投票していいよって、大幅に緩和してしまうという、変更ですね。松下玲子市長が取材に答えて憲法違反には当たらないと回答しておりました。市長や議員を選ぶ選挙権とは異なり、住民登録されている外国人も住民と定義されている、とのことで、ネットの反応です。国民じゃねえじゃん、あんたが判断することじゃないだろう、普通に憲法違反だろう、それを判断するのは裁判所です。市長ごときに憲法違反かどうか判断する権限はない、なら最高裁まで争って勝訴してからにしろ。当選後いきなり変なの通そうとするとかやばいだろ。これ1年間はリコールできません、無敵状態なんで、この期間利用したとも邪推できるわけでして、きっぱり憲法違反ですね。松下、外国人も住民と定義されている、これ嘘であります。平成7年2月28日最高裁判決、住民とは日本国民と解されるべきである。判決が出ております。ことこういう投票とかに関しては特にね、まず市長や議員を選ぶ選挙権とは異なりつってますけれども、衆院法制局はそうは考えておりません。住民投票権は選挙の選挙権に匹敵するものとなり得る、まあ実質選挙権になり得るって答えてますから、異なりって断言してしまうのは誤りであります。選挙権に匹敵するならですね、憲法全文の権威は国民に由来、権力は国民代表が行使、福利は国民が享受、イコール日本人の日本人による日本人のための政治に反しますよね。憲法違反ですよね。最高裁で何度もですね、外国人参政権はダメって判決出てます。松下市長、私が合憲と思ったんだから合憲っていう理屈なんですけど、最高裁より偉いんだかね。しかもその前提がですね、住民登録されている住民は投票権があるみたいなことで、左翼幹部の特徴なんですけど、嘘をためらわない、っていうのがあります。左翼の末端は違います。あの人ら騙されてる口でね、革命後に奴隷家畜に落とす人民などいくら騙してもいいって思ってるんで、その場その場でですね、適当な嘘を大声でハキハキ喋ります。松下市長もですね、大声ででかい声でハキハキ喋って、あの口調に騙される人も多いんだろうなってちょっと思いましたけれども、情けないのは今の情勢だとですね、武蔵野市の自民党議員以外の全員が賛成して可決成立しそうなこと、公明党もことこういう外国人絡みになると途端にダメになります。これ創価学会ナショナレナシオナーレとかで検索してみてください。中国にも支部があってですね、結構な人数おるんですよ。ですんで外国に関しては熱いものに触るかのようにことごとく反対するのが公明党であります。21日まで時間ありますんで、
議員向けに電話も効果あると思います、大変なことになりますよ、そうすると無所属議員とかはやっぱ反対っていうのはかもしれない。効果のある電話の方法、議会事務局0422601883に電話し、市議全員にお伝えください。議員全員にお伝えください。これで議員全員ですね、文書で、文書と数が届きます。こういうのが何件ありました。内容はこうでした。くれぐれも喧嘩腰や大声はやめてください。怒鳴ってた、大声で聞き取れなかった、一件ってされてしまいますんで。議員に伝える内容なんですけども、衆院法制局、住民投票権は選挙権に匹敵するものとなり得る。そしてそれは憲法全文、日本人の日本人による日本人のための政治に反する。平成7月28日に最高裁判決で、住民とは日本国民と解されるべきであるという判決が出ている。住民投票目当ての外国人の大量流入で市政が混乱する。市長によって住民投票が乱発され、外国人に都合の良い市に変貌していく可能性がある。などなどですね。まあ危険性があるってことですよ。これに賛成するメリットよりも、こういう起こり得るデメリットが大きいんですよ。あなたも落選するかもしれないですよ。今いる投票してくれる有権者が薄まっちゃうわけだからね。というようなことを丁寧に自議会事務局に話すとですね、議員全員に伝えてくれます。これが最も効率いい方法だと思います。日本政府北京五輪に山下泰弘日本五輪会長を派遣する方針を発表しました。まあ何回、なんやかんや言って議員でせもないし、政治家もでもないし、まあ民間人っていうことで、ネットなのですし、なんかどうでもいいや。議員が行くよりマシか。中国も東京に五輪責任者が来てたからちょうどいいな。玉虫色の妙案と、いうことで、山下泰弘さん現在64歳だそうであります。伝説金メダル獲得後、昭和天皇陛下の園遊会で、まあまあボケた画像しか検索できませんでしたけれども、天皇陛下骨が折れますね。山下さん、はい、実は骨折してました。骨折しつつ金メダル取ったのを、骨が折れますねって天皇陛下は別な意味で言ったと思うんですけれども、本当に骨折してましたって言って、ボケたんだが、本当にちょっとそう思ったんだが、ちょっとプッて笑っちゃうような、まあメンタルは強い。メンタルも体も強いし、関心しかありません。山下さんに関してはですね。まあ物知らずっていうのはしょうがないとこだとは思いますけれども、あとは64歳ってことで、ハニトラにもそんなに容易に引っかかんねえんじゃねえかな、と思います。枯れてるといいな。政治家でもないし、議員でもないんで、ちょうどいいんじゃないかな。これで北京五輪外交ボイコット表明は、日米英豪華ニュージーランド、英連邦ですね、オフランスと韓国はボイコットせずと表明しておりました。まあ色分け着々でいいですよね。君子論、マキャベッリの君子論には、なるべく早く棋士鮮明にせよ、出ないと勝った方から侮蔑され、負けた方から恨まれるとですね、どっちに味方するかぐずぐずしてなかなか言わねえのを言わしめております。まあ、なるべく早くしたいよ、そりゃ。誰だって。でも、勝ち馬に乗りたいしね、みたいな、そういう判断もありますし、難しいところであります。その方がいいよ、理想的でっていうものに、出会って。優柔不断の岸田政権にしては、早い決定だなんて思いました。多くがですね、それだっていうふうに、納得したんでしょうね。岸田さんはですね、自分でなんか考えるっていうよりですね、大勢に意見言わして、それっぽいもの、無難っぽいもの、を選ぶ癖があると私は睨んでおるんですけれども、各国の外交ボイコットの動きに対して国際五輪委員会 IOC が声明を発表。五輪とスポーツの政治家に断固反対する。ネットの反応です。選手のみの参加がなんで政治家なんだ。政治的に中立なら大統領や首相や大臣誰も参加しなければ理想的だろう。政治家来なくなるんなら選手だけの平和な祭典にふさわしいだろう。政治家反対ならそもそも各国の政治家が行くのがおかしい。虐殺している国の平和イベントにアホずらしていけっかよ。思いっきり五輪を政治利用している
中国に言えよというような意見がありました。なるほど、政治家すんなっつんだったら元からね、政治家が行くのはおかしい話だな。ここ数年国際機関の中共による腐敗っぷりを見せられてばかりでうんざりっていう意見もありました。全くですわ。WHO の会長のテドロスとか、あと国連人権委員会の理事国に中国とロシアが選ばれるとか、なんかの冗談かなーってポカンって口上げちゃう話でありますけれども、政治家すんなーならば物好きがですね、私費で見物すんな止めないにしてもですね、まあ、止められないし、五輪から全ての政治家つうかね、各国がですね、税金で派遣した人物を排除するのが正しいですよね。税金使って派遣してくる人物は各国の政治の一端なんでしょう。ほら ICO はちょっと前までですね、外交ボイコット、お好きにどうぞっていうスタンスだったんですけど、この変わりよう、中共に泣きつかれたんだが、恫喝されたんだが、金積まれたんだが、五輪の感動は否定しませんけど、大会のたんびにですね、こういうドロドログダグダは勘弁してほしいですね。まあ全部中共が悪いんですけどね、ロシアとかが。泉健太、立憲代表、国民に疑念を持たれた石原伸晃、内閣参与の辞任は当然だ、総理の任命責任を追及する、だそうであります。やったね、これで1年ぐらいやれるね、グダ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 。ネットの話です。結局何も変わってない。立憲民主、通常モードに戻ります。蓮舫がヒステリックにまめいていた頃と変わらなくて安心。代表が変わってもやっぱダメだな。まずは審議拒否で総理辞任要求だ。結局いつもの路線で、岸田も内心喜んでるだろう。また無駄なことに時間を浪費するのか。市民連合から圧力があって追及しないと怒られるらしい。などという意見がありました。まあ、国会でのですね、議事妨害、新一体戦闘に全力で、森影桜を3年も騒いでですね、順調に支持率落としてた枝野立憲党なんですけど、泉健太に代表に変わっても、ちょっとマシになって支持率上がっちゃうのかと心配していたら、杞憂でした。大丈夫です。このまんまの路線で文句ばっか言って、国会妨害ばっかして支持率を落とすと思います。マシな対案出す能力がないから、まあこれしかできないですね。民主党の時代からですね、対案を考えついてる人は、とっとと立憲を出て行ったし、まあ有名なところで長尾隆さんとかですね、もう早期の段階で、あと都議の土屋さんとかですね、とっとと出てった、マシな人は、これはダメだっつ。代表と執行部も変わってもですね、やること一緒ですね。これで自民はしばらく安泰。他に選択しないっていう自民、あぐらかいてですね、増税されてはたまんないですけどね。岸田政権ですね、野党がダメダメなんで、のんきこいてっかもしんないなっていう、ことがですね、総理、9年ぶりに官邸に引っ越し、だそうであります。公務に専念するためらしいんですけど、野田政権以来9年ぶりにですね、総理が官邸に住むと。安倍総理は私邸から、渋谷でしたっけ？菅総理は議員宿舎から通ってました。ネットの反応です。民主党が隠しカメラ200個ぐらいつけたらしいけど。それどころか民主時代は公安監視対象が自由に出入りしていた。お、盗聴器外しよったか。幽霊が出るとか。除霊終わったのかな？官邸で大事な話しなければいいって判断だな。コンセントからの電源は配線工事で遮断できるし、バッテリー式なら9年も持たないって判断かなーって、盗聴器はないっていうのは悪魔の証明で、まあ言い切れず絶対はない、ですけれども、まあ岸田政権がのんきなのか、9年も持たないバッテリーはって信じたか、はたまた除霊に成功した。官邸って結構出るらしいんですけどね。麻生元総理も、見たって、で、あ、こんにちはって丁寧に挨拶したらしいんですけど、2013年1月13日、飯島勲内閣参与、当時、民主党の官邸には、公安監視対象の人物が80人以上出入りしてました。中には前科のある人物も。当時の官邸は、村役場以下、監視対象の議員も出入りしてたし、風圧通しがいいにも程がありますよ。安倍政権になってすぐ入管パスを没収しました。前科持ちってのは、谷口義徳、義則、
38歳デリヘル経営者を恐喝未遂で懲役2年6ヶ月の判決受けたやつであります。鳩山か菅か野田かどれかわかんないけど、こいつを官邸職員のですね事務官として雇ってた。出入りしてたところじゃねえ、雇ってた。いつですね。私も薬事法違反で前科一般ですけど、違反と罪は違いますよね。やっぱね、あの傷害罪とか暴行罪とか恐喝罪とか脅迫罪とかいうのは、まああの迷惑防止条例違反とか薬事法違反とか、のとはちょっと重さが違いますよね。こいつ被害者にですね1000万円も要求してたっていうし、恐喝ね。総理のいない官邸で小池衛生やってたバカ丸出しの左翼さんたちにも張り合いが出ますね。これでね、総理がいるあそこに今は岸、優しい優しいんだがのんきなんだがさっぱりわかんないですけど、まあ、あのこれであの秘密が漏れるかどうかまだまだ要監視という感じであります。佐川さんなんともないといいんですけれども心配しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。